皆さんハモか。夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城モカです。今日は2月19日、誕生花は木蓮です。木蓮には自然への愛、水耕、持続性といった花言葉があります。春に紫やピンク、赤、黄色のお花を咲かせます。お花の名前はハスに似ていることから付けられたと言われています。フランスの植物学者ピエール・マニュルの名前にちなみ、英語ではマグノリアとも呼ばれるそうです。またこちらは実は木蓮科の総称だったりします。木蓮やマグノリアで調べるといろいろな姿の花が出てきます。花言葉にぴったりな愛らしいお花を咲かせていますので、気になった方はぜひ調べてみてくださいね。知人に誕生日の方いらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉を伝えください。それでは花城モカでした。今日も素敵な一日をお過ごしくださいね。いってらっしゃい。